Hey y'all, Common Legend XAK and Marcus Moore here. I decided to go ahead and make a episode of Demon Slayer. Hope y'all enjoy. I just got to the What episode? What? I just finished the Hinokami chapter, which was chapter 5. I gotta go ahead and do chapter 6. Okay. Let's get it started. Let me cut it up so I can. Hope y'all enjoy it. I'm sitting at 131 subscribers. Welcome to the new ones. And if y'all like it, y'all already know what to do. ここに移動してぐっすり眠っちまってさ、全然起きねえし、みんなが心配するしで仕方ねえから、俺がずっと見張ってたんだぜ。大方気が緩んだんじゃないかって葵ちゃんが言ってたけど、まあそうだよな。はあ。どうしたんだよ。ちょっと頭がぼーっとしてて、記憶がおぼろげというか。何をのんきな。あれだけのことをやっといてこの感じ、こいつ本当にずぶといな。俺は意外なくて仕方なかったっての。ナタグモ山の任務が終わって、そうだ、俺はGo through this part real quick. Yai! Damn it! Yai! Itsu made neten da? Sassa to okinei ka? Hashira no mae da zo! Nanda? Oni o tsureta kisatsu taiin 2 kara hadena yatsu o kitai shitan da ga. Jimi na yarou da na, oi. I may have to move myself down a little bit. Umu! Kore kara!この少年の裁判を行うと。なるほど。鬼になった妹をずっとかばっていたなんて、素敵な兄弟愛。けなげだわ。なんだこの人たち。まだ口を挟むなバカ野郎。誰の前にいると思ってんだ。柱の前だぞ。柱って何だ？何のことだ？この人たちは誰なんだ？ここはどこだ？ここは鬼殺隊の本部です。あなたは今から裁判を受けるのですよ。かまど炭治郎くん。I remember this.裁判を始める前に君が犯した罪の説明をし、裁判の必要などないだろう。鬼をかばうなど、対立違反。我らのみで対処可能。鬼もろとも斬首する。ならば、俺
手なしぶきを見せてやるぜ。もう派手派手だ。こんな可愛い子を殺してしまうなんて。胸が痛むわ。苦しいわ。ああ、なんというみすぼらしい子供だ。かわいそう。生まれてきたこと自体がかわいそうだ。なんだっけあの雲の形。なんて言うんだっけ。禰豆子。お前、柱が話をしているのにどこを見ている。このお方たちは鬼殺隊の中でも最も位の高い9名の剣士だぞ。柱。そんなことより富岡はどうするのかね。拘束もしてない様に俺は頭痛がしてくるんだが、胡蝶目の話によると対立違反は富岡も同じだろう。どう処分する。どう責任を取らせる。どんな目に合わせてやろうか。ついてきてくれましたし、処罰は後で考えましょう。それよりも私は坊やの方から話を聞きたいですよ。俺のせいで富岡さんまで。かまど炭治郎君、なぜ鬼殺隊員でありながら鬼を連れているのですか。ゆっくりで大丈夫ですから話してください。俺の妹。水を飲んだ方がいいですね。顎を痛めていますからゆっくり飲んでください。鎮痛薬が入っているため楽になります。怪我が治ったわけではないので無理はいけませんよ。ではかまど炭治郎くん。鬼は俺の妹なんです。俺が家を留守にしているときに襲われ、帰ったらみんな死んでいて、妹は鬼になったけど人を食ったことはないんです。今までもこれからも人を傷つけることは絶対にしません。くだらない妄言を吐き散らすな。そもそも身内ならかばって当たり前。言うことすべて信用できない。俺は信用しない。聞いてください。俺は禰豆子を治すために剣士になったんです。禰豆子が鬼になったのは2年以上前のことで、その間禰豆子は人を食ったりしてない。話が地味にぐるぐる回ってるぞアホが。人を食ってないこと、これからも食わないこと、口先だけでなくド派手に証明してみせろ。でも疑問があるんですけど、お館様がこのことを把握してないとは思えないです。勝手に処分しちゃっていいんでしょうか。いらっしゃるまでとりあえず待った方が。妹は俺と一緒に戦います。鬼殺隊として人を守るために戦えるんです。だから。おいおい、なんだか面白いことになってるな。鬼を連れたバカ隊員ってな、そいつかい。 Oh yeah. We all know what's gonna happen with this. 一体全体どういうつもりだ。シナスガワさん、また傷が増えて素敵だわ。鬼が何だって坊主。鬼殺隊として人を守るために戦える。そんなことはな。
ありえねえんだよバカが。俺の妹を傷つける奴は柱だろうが何だろうが許さない。そうかい、よかったな。やめろ、もうすぐ親方様がいらっしゃるぞ。親方様のおなりです。よく来たね、私の可愛い子供たち。おはよう、みんな。今日はとてもいい天気だね。空は青いのかな。顔ぶれが変わらずに、半年に一度の中央会議を迎えられたこと、嬉しく思うよ。傷？いや、病気か。この人が親方様？ここにいるだろう。ずっと眠ってるよ。まあいろいろあったからな。そうか、そうだった。はあ、お前まだ寝ぼけてるみたいだな。ちょっとその辺歩いて目覚ましてこいよ。この町屋敷の中ならどこも安全だろうし、それに俺もお前を見守るのもいい加減飽きた。起きたことみんなに伝えとくからな。お前もみんなに顔を合わせたら挨拶しとけよ。あの、ありがとうございました。おう、さっさと回復させろよ。挨拶、そうだな。みんなに心配をかけたようだし、行こう。町屋敷、忍さんの屋敷。任務で負った怪我を治すためにここに連れてこられたんだったな。これは、特に気になる匂いはないな。ん？お目覚めになりましたか。あ、はい。お世話になってすみません。ここは任務で傷ついた方を治療する場所。私たちがお世話をするのは当然です。謝る必要はありません。それじゃあ、ありがとうございます。目が覚めたといっても体が元に戻ったわけではありません。今後のためにももうしばらくはしっかり休息を取るようにしてください。いいですね。はい、頑張ります。本当にこの人が中央会議で大騒ぎしたのでしょうか。
つ、伊之助。ああ、炭治郎。起きて早々元気そうだな、お前。二人とも、こんなところで何してるんだ？何って、日向ぼっこだよ。特にやることないし、伊之助もこんなだし。弱くて、ごめんね。そうか。あ、そうだ。お前さ、親方様って人に会ったんだろ？どうだった？どんな人だった？主に見た目。もしかしてすごい美人だったんじゃないだろうな。親方様は男だぞ。この会話は終わりな。心配かけてごめん。炭治郎さん、傷は大丈夫ですか？傷は、うん、大丈夫。もう痛くないよ。それは何よりです。だからって激しい運動をしたらダメですよ。忍様に怒られてしまいます。うん、しばらくはおとなしくしてるよ。この辺からは嫌な匂いはしない。よし。前の任務では富岡さんにまた助けられたな。いつかお礼を言わないと。Okay. の報告にあるように鬼の被害はこれまで以上に増えている。人々の暮らしがかつてなく脅かされつつあるということだね。鬼殺隊員も増やさなければならないが、皆の意見を。今回のナタグモ山ではっきりした。大使の質が信じられないほど落ちている。ほとんど使えない。まず育ての目が節穴だ。使えるやつか使えないやつかくらいは分かりそうなもんだろう。人が増えれば増えるほど制御統一は難しくなっていくものです。今は随分時代も様変わりしていますし。愛する者を惨殺され入隊した者、代々鬼狩りをしている優れた血統の者以外、それらの者たちと並ぶ、もしくはそれ以上の覚悟と企画で結果を出すことを求めるのは残酷だ。それにしてもあの少年は入隊後間もなく十二鬼月と遭遇しているとは。聞く力が強いように感じる。なかなか相まみえる機会のない我らからしても羨ましいことだ。そうだね。しかし
加減の語が大きく動いたということは、ナタギモ山近辺に無残はいないのだろうね。浅草もそうだが、隠したいものがあると無残は騒ぎを起こして巧妙に私たちの目をそらすから、なんとももどかしいね。しかし、おいどもは今も、のうのうと人を喰らい、力をつけ、生きながらえている。死んでいった者たちのためにも、我々がやることは一つ。今、ここにいる柱は、戦国の時代、始まりの呼吸の剣士以来の精鋭たちが揃ったと、私は思っている。宇髄天元、煉獄杏寿郎、胡蝶忍、甘露寺光、時藤無一郎、姫島行明、品津川実美、伊久郎おばない、富岡義勇、私の子供たち、皆の活躍を期待している。Dang, that was fast. Okay, let me go do these memory fragments. I'm gonna go ahead and do the memory fragments. And not in the episode. Joyashiki. Tanjiro ga Joyashiki de Minato saikai shita toki no hanashi o suru zo. Natagumo yama kara modotta toki no koto da na. Ano toki wa minna boro boro datta na. Ore wa zenzen heiki datta kedo na. Nani itte no omae. Ichiban ochikonde ta kusei ni. That's funny. Nitsu, 大丈夫か怪我したのか山に入ってきてくれたんだな次郎村田さんは見なかったか村田って人は知らんけど伊之助なら隣にいるよあ、本当だ伊之助無事でよかったごめんな助けに行けなくていいよ気にしないで声が伊之助かどっかどど潰れてるらしいよごめんね弱くってあの時の伊之助と言ったら落ち込みまくってへへへでもへへへほっとしたよ二人の顔を見た瞬間俺嬉しくって俺は落ち込んでねえ少しも全くな嘘つけお前の落ち込みよったら俺の脳裏にしっかり残ってるからなじゃあてめえの脳みそ削り取ってやる二人ともThat's funny. Ore to Nezuko wa kisatsutai no honbu ni tsurete ikare. Soko de saiban o okoru koto ni natta. Nezuko wa hito ni kigai o kuwaetari shinai. Ima made mo kore kara mo.絶対に俺はそう訴えたけどその場にいた人たちには聞いてはもらえなかった
でも断罪されそうになったその時、鱗滝さんからの手紙が読み上げられて、炭治郎が鬼の妹と共にあることをどうかお許しください。禰豆子は強靭な精神力で人としての理性を保っています。飢餓状態であっても人を食わず、そのまま2年以上の歳月が経過いたしました。にわかには信じがたい状況ですが、紛れもない事実です。もし禰豆子が人に襲いかかった場合は、かまど炭治郎をおよび鱗滝左近次、富岡義勇が腹を切ってお詫びいたします。俺は今まで俺だけが禰豆子のために生きてると心のどこかでそう考えてたような気がする。でも違った。鱗滝さんも富岡さんも命を懸けてくれていた。言葉にできない感情が俺の心に染み渡った。ただありがとう。いえ、yeah. ありがとうございます。いえ、yeah.That's nice. What's this? 鱗滝さんの手紙が読み上げられても、禰豆子のことを認めない人たちがいた。その一人、品津川と呼ばれた傷だらけの人が禰豆子の箱を抱えて屋内に入った。そして禰豆子を箱から出すと、自分の血を見せつけて挑発し始めた。どうした鬼、来いよ。欲しいだろう。人間は皆お前の家族だ。人間を守れ。守り、助けるもの。傷つけない。絶対に傷つけない。どうしたのかな。鬼の女の子はそっぽ向きました。ではこれで禰豆子が人を襲わないことの証明ができたね。禰豆子を乱暴に挑発したことはとにかく腹が立った。でも血を突きつけられても衝動を抑え、禰豆子は感情を維持することができた。よく我慢したな禰豆子。That, I think I got two more ones to watch, and I can end the episode. Nezuko, she no chou has ni nora nakata. Jibun wo osae ることができた。安堵した俺に親方様が語りかけてきた。この人の声はなぜだろう。ふわふわして心が高揚する。炭治郎、それでもまだ禰豆子のことを快く思わない者もいるだろう。証明しなければならない。これから炭治郎と禰豆子が鬼殺隊として戦えること、役に立てること、
十二鬼月を倒しておいで。そうしたらみんなに認められる。炭治郎の言葉の重みが変わってくる。十二鬼月を倒す。みんなに認められるために。それが根塚を人間に戻す道にもつながる。改めて目標が定められたことで何をすべきかが分かりやすくなった。I think this was a, entertainment arc. Like, right after he defeated Oh Boy, her, Gyotaro and Daki. Yeah. Alright. Got this one. Oni ga kono yo ni iru kagiri, watashi tachi wa tatakai tsuzukemasu.もし困難な任務がある場合は、私たち柱が出向くことも少なくありません。それはある日、鬼殺隊本部でのこと。出陣ですか？鬼の新しい情報が入ってな。向かわせた大使がやられたらしい。十二気づきでしょうか？おそらくな。上限かもしれん。難しい任務のようですが、煉獄さんが行かれるのであれば心配ありませんね。煉獄さんはとても熱い方です。そしてとても強い方です。彼が出陣されたのであれば任務はすぐに達成されるでしょう。どうかご武運を。I'ma do this. I'm finish that, and then I'll beat this. I'm fight this demon real quick. Fight this demon and then I'll end the episode. Crap.It's probably not even gonna be enough. Yeah, it's not gonna be enough. God!
got him. Oh, that was. B? I think that was a B. Oh boy. Butterfly Mansion. Alright. I gotta train. This can be the next chapter 7. Alright. Hope y'all enjoyed it. Like and subscribe. Do all that good stuff for me. Carmen Legend Nikki, Marcus Morgan signing out. Bye bye. Thanks for watching. Like and subscribe. Bye bye. Peace. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.